情報革命の資本家としてビジョンは不変であります。ただいまご紹介いただきました後藤でございます。本日はよろしくお願いいたします。最重要の財務指標のところからスタートしたいと思います。ネットアセットバリュー114兆円、それから負債の安全性を見るですね、ローントゥーバリュー、こちらは 18%、 非常に安全性が高い状況だということです。また最もですね、短期的に我々の安全性を断面で見るのは手元流動性となります。 3.8 兆円と非常に安定したレベルでございます。この重要指標のですね、現状を踏まえた上で守りは盤石です。今後積極的な攻めの投資のステージに入るかと、そこまでの間はですね、しっかりと軍資金は確保しておく必要がある、そのように考えております。グループ全体としての投資戦略、これは情報革命の資本家としてビジョンは不変であります。常に長期の運用方針の下でこの情報革命の担い手でありたいと、情報革命の世界で最大のグループでありたいと、そのように思います。連結業績の方に入りたいと思います。売上高は4兆8000億強、投資損益はマイナスの1兆3000億、税引き前利益としてはマイナス2900億、純利益はマイナス9000億というのがこの9ヶ月の累計の数字でございます。それぞれのですね、項目についてはいくつか特徴がございます。アリババに関してはですね、それまでのさまざまなデリバティブ取引などの一旦総括を行う形で利益が3兆7000億弱出ております。もう一つの数字として税引き前利益の数字を見ていただこうと思います。ビジョンファンドの数字、この税引き前利益はマイナス4兆円ということになっております。持ち株会社の投資事業のところは先ほどご説明申し上げたアリババのプラスがそのままこちらに入ってきております。ソフトバンク、それからアームと堅調です。ソフトバンクビジョンファンドの現状について少しお話をしたいと思います。この3ヶ月間でマイナス5000億強というところで引き続きロスではございます。グラフを見ていただくと前期の第4クォーターですね、それから今期の第1クォーター、この2つの期が非常に厳しい状況だったと、そこから第2クォーターにおいては改善して現在に至るということです。引き続き守りを徹底するということで、昨年の1年間に比べますと大きく投資は抑え込んでおります。ファンドの運営面の取り組みとしましては、ポートフォリオの分散をしっかり意識するということと、それから資金化、片っ端から資金化すればいいというものではなくて、規律ある資金化をしっかり目指していきたい。資本の再分配、これも重要だと。現在37ビリオン超がレートステージに当たると思います。これらはですね、さまざまな投資先の中でも IPO に近い立ち位置にいる企業群であろうと考えております。これから1年2年環境を改善するとともにですね、こういった企業群の IPO に期待していきたいというふうに考えております。ビジョンファンドが左のドライバーとしますと、右のドライバーがこのアームということになります。この半導体市場そのものがですね、この20年30年大きく変わってきたと思います。特に昨今ですね、日本の半導体産業の復興計画などですね、いろんなニュースが増えてまいりました。一方でこの変化をしているということが ARM という会社の価値をですね、さらに強く独走状態にできるだけのエネルギーがあるということでもございます。こういう環境の中でですね、 ARM 売上高が伸ばしております。年平均成長率はですね 19% というレベルであります。調整後の EBITDA、 こちらはですね、さらに伸びは高くてですね、直近3年間の9ヶ月累計実績の数字からはですね 71% です。これだけの成長性を達成しております。アームに関しては2023年中の上場をですね、視野に入れてしっかり準備を進めております。最後に財務戦略については不変であります。従来通り財務方針を堅持する中で投資を考えていく。ですから投資が先行して財務規律を守らないということにはいたしません。財務方針というのはこの3点、もう私もこれと10年ぐらいやってるでしょうか。1クォーターあたりともポリシーを逸脱したことはございません。ローンというバリューは 25% 未満、また現預金は2年分、配当収入も意識します。自社株買いも昨年からですね、1兆4000億実現いたしました。自社株買いというのは最も重要なテーマの一つとして常に議論しているテーマでございます。
ソフトバンクのビジョンも、それから今我々のやるべきことも変わっておりません。我々情報革命の資本家として、今後世界でしっかり IoT、IT、それから AI、 この分野をリードできるグループでありたいと、そういった前向きな新しいチャレンジの話ができるタイミングが早く来るように、私も期待しているところでございます。